ねがいです。はい、こんばんは、ねがいです。皆さんこんばんは。はい、今日もできたのでしたいと思います。はい、昇格1年目からそう1日昇格1年目初ショールームということになりますね、きっと。はい、とても楽しみじゃなくて、これからも頑張っていきたいと思うんですけれども、今日もショールームということで皆さん楽しんでいきましょう。はい、気づいてくれた方がいますね。カチューシャをつけました、イエーイ。こんな感じの普通のマットなこのカチューシャの音、ASMR っていうやつみたいですね。はい、このカチューシャは安かったので、この黒と一緒に買いました。でもなんかちょっと黒は失敗だったんですよね。私黒髪だから色が同化しちゃうと思って、でもなんかカチューシャとか全然つけないから似合うかなと思ったんですけど、まあなんとなく似合った気がするのでよかったです。気づいてくれてありがとう。まあ髪の毛をもし染めたらこの子は使おうかなと思います。それまで封印だ。はい、そんな感じですね。そうですね、明日は栄のチンチコチンというショールーム配信があるんですけれども、ほののさん、相川ほのかさんとチーム E の七期生さんと一緒にやるんですけれども、とてもね楽しみです。私この前はちょっと大人っぽい服を北川しのちゃんとショールームさせていただいた時に着たんですけど、今回はファンの方からいただいたちょっぴり大人な甘めの服を着ていきたいと思います。イエイ。すごく恥ずかしいんですけど、まあ甘めの服をもまあ記念ですし着ようかなと思って着ます。このウサギにカチューシャつけるの、ちょっと大きすぎちゃった。君の頭が大きすぎちゃった。見に行くよ、ありがとうございます。はい、皆さんとこうやってね、はい、今日もお話できてるのでとても嬉しいです。甘めって青色で、どんな甘々ケーキ、お花みたいなのが書いてある、なんかどんなんなの、マカロン、なんかそんな感じの、なんか甘い、言えば女子ハーフツインがハーフルーちゃんとかが着てそうな服、井上ルカちゃんとかが多分着てそうな服だと思うんですけど、多分私は全然着ない、私からすればどうしたらいいかわからない、ヘルプミーって感じの服なんですけど、まあ着たら着ようと思います。全然似合ってなくても、全然似合ってない気持ち悪いという言葉を受け付けませんので、そして誹謗中傷暴言の言葉で訴えます。冗談。はい、そうですね、あ、そうだ、思い出した、ですね、私1月16日生まれなんですけれども、まあだいぶ先ですね、1月16日で17歳の誕生日を迎えるんですが、皆さん聞いてください、17歳のお誕生日を迎えるんですけれども、それがですね、まだまだ先じゃないですか。でも今日に私ツイートで見たんですけど、私のファンの方がファンの応援赤、深い願い応援赤で生誕祭のなんかやつを手伝っていただけませんかっていうアカウントがまあ出たんですね。とても私嬉しくてですね、なんて言うんですか、ちょっと文章読みますね。深い願い生誕祭実行委員会っていうのがあるので、それを調べていただければいいんですけど、2020年に私1月16日17歳の誕生日を迎えるんですが、
あの深い願いさんの生誕祭のお手伝いをしていただける方を募集しております。経験や特別な技術は不要です。皆様のご参加お待ちしています。ということでですね、あの花のセブンティーンでございます。あの皆さんね、あまりあまああの入ってる方はもしかしたらこの中にいるかもしれないんですけど、まあ、私のファンの方って、まあ、言えば他の先輩とか同期とかに比べればファンの人の人数は少ないんですよ。なのであのその上生誕祭の人数がねあんまり多くないっていうのをちょっとお耳にしたので、それでもね去年はねそれでもやっぱりディスプレイ花冠とかねお花とかにすごいお金がかかる中あんなに豪華にできたのは多分一生懸命皆さんが頑張ってくださったからだと思うんですけれども、まあ負担をかけるかもしれないんですけども、やっぱり人数が少ないより人数皆さん多めで、あの一緒に頑張、私はねお手伝いしに行けないんですけど、頑張っていただけたらとても嬉しいと思ってるので、よければあのこの委員会を手伝っていただけたらとても嬉しいです。はい、あとなんかこの前去年聞いたのが、私のなんかあなんていうのお金の話はあまり私は好きじゃないんですけど、いや私のご家族以下本当にお金の話は苦手なんですけど、なんかよくあるじゃないですか、口座にあのディスプレイとかを作るお金を入れるっていうのがあるんですけど、私のなんかメンバーさん、私のなんかそれのやり方のところだけすごい難しいらしくて、なんかマルティーニだったっけマンティーニだったっけ、マカロンティーニだったっけよくわからないんですけど、なんか登録をして何々をしてっていうやつがあるらしくて、なんかそれであんまりお金も集まらなかったっていうのを小耳に挟んだのでとても大変だと思いますが、よければ17歳、あの一度きりの17歳の生誕祭を一緒に盛り上げてくださったら嬉しいです。はい、まあねこれを聞けばお金をねだってるように聞こえますが、まあそうなるんだよね結果的に。でもなんかやっぱりね、あの嬉しいなと思って、ここまで皆さんが呼びかけてくださってるので、よければこの私もショールームで呼びかけないとなと思ってしまい、分かってるので、あの去年のこの皆さんの大変さとかを見てちょっと私も察したんですよ。あこれは来年ちょっと呼びかけるかと思ったので、呼びかけて皆さんよければ良ければ生誕祭の委員会一緒に手伝っていただけて、良ければその費用っていうんですか、もう一緒に頑張ってくださったら嬉しいです。もう私もお金を入れたいぐらいなんですけど、それはちょっと禁止になってる感じなのでちょっとできないんですけれども、それ以上の皆さんの分のご活躍の分の私はその場合のご活躍で頑張って返したいと思い、今すごく努力をしているので、よければ一緒に頑張ってくださったら嬉しいです。花のセブンティーンになるということで、もう17歳なんですけどね、来年の1月16日にはそれをお祝いしてくださると嬉しいです。はい、まあ言いすぎるとねこれはちょっと長くなってしまうので、なんか去年、まあ、生誕祭の話をしましょう。もうなんかすごい想像してるんですけど、そうなんです、一人一人生誕祭を、そんなこと本人がここみコミュニティ弾むのか。そうね、お金の話をファンの人直接から握手会でちょっと生誕祭前にねちょっと小耳に挟んでしまって、私もちょっとお金の話あんまり好きじゃないので、とても生誕祭前だったのでちょっとお金が大変なんだよねって言われた時には、来年は願いちゃんもちょっともうちょっと一生懸命頑張ってみたいなことを言われた時は、とてもとてもとても、あ多分あの思いで言ってくださったんですけど、とてもとてもかける10ぐらいかける100ぐらいでとても落ち込んでしまったんですけど、ちょっと生誕祭でもそれを謝ろうかなと思い、でもちょっと言ってもなんか気分が皆さん下がるから言わなかったんですけれども、まあ本当にね、あのディスプレイとかお花ってすごいお金がかかることは知ってるので、一人一人の負担をねやっぱりねなくすために、よければ一緒に頑張ってくださったら嬉しいですっていう話ですね。ミクシーやって、そうミクシーっていうのもすごい登録が大変なんですけど、お金を入れることに
登録が大変で、なんか手渡しでもいけるらしいんですけど、それってとても私的には私だったら不安なので、しかも私が劇場公演に出ないと、私のもしかしたら生体院の方って私がいないといないと思うんですよね。なのであのミクシーで入るのはとても大変だと思うし、あの文化祭みたいにみんなでね、私だけのために、なんと17歳の女の子のためにそこまでするのは大変だと思いますが、アイドル人生の中で生誕祭を祝えるのもね、いつまでやるかわからないから、こんなことをね言うのもなんだけど、いや、やめないよ。だから一緒に頑張ってくださると嬉しいです。とても大変だと思うんですけど、ミクシーっていうやつはね、簡単なやつに切り替わればいいんですけど、そこまで世の中甘くないみたいな感じなので、切れば一緒に頑張ってくださったら嬉しいです。そうなんですよ、ミクシーじゃなくなればいいんですけどねそれって難しいんだろうなでは、はい、去年の生誕祭はとても甘めの感じだったんですよね。うさぎの花冠になんかこんな感じのうさぎさんたちがいっぱいあの並んでて、着ぐるみをかぶってる感じだったんですけど、私的にはなんかあの16歳から17歳に変わる間に多分今もすごい成長してきてて、多分16歳の時よりとても大人っぽくなったので、17歳は大人っぽい花冠とかが楽しみだなって思ってます。私はカチューシャとかもあるけど、あのなんて言うんですか、なんか趣味みたいになってるんですけど、趣味なのかな、生誕祭を迎えるごとに花冠って増えるじゃないですか、私が活動を続ける限り。今2つあるんですけど、それを壁にかけていくのが とても好きなんですね。あ、ここまで活動したぞみたいな感じで、だから次の花冠はどんなのなんだろうなって考えると、なんかよく聞かれるんですよ、どんなお花が好きなのって言われるんですけど、私的にはなんか、バラ、あの私プリンセスとかが好きだから、そういう美女って野獣みたいな赤いバラとかこういう色ですね、赤とか、私あと何だったっけ、黒いバラとかも好きなんですよ。ブルーローズっていう曲あるじゃないですか、あれってなんか黒い衣装でなんか黒いバラとか、そっち系だったらとてもテンションが上がるかなと思いますけど、皆さんがどんな願いちゃんの生誕祭にするか皆さんが決めるのでとても楽しみにしていますはいごめんなさい。ミクシーは10年くらい開いてない。そうなんですね、変えればいい、変わったらいいんだけどなね。なんか他のメンバーさんはミクシーじゃなくて講座とかがあったらしいんですけど、その講座がなんか開かないらしいんですよ。なんかそこの私専用のその生誕祭とかの講座を譲ってもらえないというか、そういうなんかよくわかんないやつをファンの方から小耳に挟んでしまったので、そちらになればファンの皆さんもね気軽にできるって聞いたんですけど、そんな気軽じゃないですよ、人のにお金をねあの入れるのって。でもなんかやりやすいっていうのは聞いたので、そちらに入るとね皆さんの負担も減るけど、そう簡単に世の中や社会はできてないのでね。なんかね、変えれる方法とかないんですかね、ミクシーから。でも難しいな。そう、管理とかいろいろ大変なんですよね。なのでミクシーから良ければどこかに変わるのを私はちょっと願ってます。できるのかな、私でもできるのか。いや、それをやったらダメなんだよね、怒られちゃうから。でもなんかそれだけでもいろいろ管理してくださってるのもありがたいですからね。カチューシャマジ可愛い、ありがとうございます。改めてよろしくお願いします。私は今から生誕祭も楽しみにしているので、一緒に楽しみにしましょう。はい、変わればいいんですけどね。難しいよね、ミクシーね。
本当にね、あれは難しいって聞いたよ、いろんなファンの方から。なんかあれじゃない方がいいよねとか、あれはちょっと古いよねって聞いたから、もう変わればいいんだけどそう簡単にいかないみたいなので、ちょっと祈っときます。ということで皆さん大変だと思いますが、整体院とかの方をお手伝いしていただけると、まあ、費用とかもかかったり、あのディスプレイを立てるのとかお花とかでお金がかかると思うんですけれども、いろんな部分でちょっとお手伝いしていただくことになりますが、何卒5191人の方何卒よろしくお願いいたします。あの人手がとても足りない状態だと私も思っているので、いや去年そういう話をファンの方じかじかに聞いてしまったので、あのねお金の関係とかミクシーのやつとか、名前忘れたけどミクシーって言うんですよね、ミクシーのやり方の感じとかも、なんか他のところに行ったらもっとやりやすいって聞いたんですけど、そこの部分とかとても大変だと思いますが、今見てくださってる5267人の方、よければ17歳、私の17歳をあのよければ応援してくださったら嬉しいです。はい、なんかすごく鼻が詰まってるんですよね。まあまあそんなお金の話をしてると私もちょっと気持ち悪くなってきたので、お金ってね、そう気持ち悪くなってきたのであれですね、ちょっと違う話に、まあ生誕祭をお願いをするときはきちんと頭を下げるっていう礼儀なのでよろしくお願いします。はい、あのねとても難しいことを頼んでるので、あ皆さん別にあのお金を出せって言ってるわけじゃないですからね、そんなこと言ってないからね。そんなこと言ってないからね、あの皆さんそういうことじゃないからね、誤解しないでください。私の話し方は誤解しやすいと思いますけど、よければ一緒に祝ってくださいっていう話なので、皆さんまだまだ先ですけど、そういうねあのお話を聞いたので本当に本当にごめんなさい、あの本当にねごめんね、あの本当にあのそういう話じゃないからね、皆さんに何かを、ああ生誕祭入るぞ待ってまーすそうですね、なんか点点点丸丸丸丸みたいなやつあると、とてもなんか私悪いこと言ったのかなと、この小さい考えすぎな頭が言ってて、なんか話さなければよかったな、シューンってなってきたんですけど、まあそうだね、伝わり方って大変よね。うん、丸丸丸っていうコメントが違う人で2つあったか、なんか誤解されるようなこと言ったかな、まあそうね、考えすぎもよくない、違う話に移ろうくれました、初見です、こんにちは、深い願いです。私変なこと言ってた、ママ全然誤解するようなこと言ってる、ほんまに、うん、あ、この話ってメンバーがやったらあかんの、そんなことないんだ、もうとてもわからない、なんかちょっとねいろいろルールってあやふやですね、もしかしてしていけなかった話ならうんって入れときましょうね、あのごめんなさい本当に私も全然知らなかった、しちゃいけない話なんだね、そりゃそうだ、だって内部の話とか管理の関係、え、あそうなんだ、内容的にはあんま言っちゃいけない方なのね、あ心配しなくても、とても安心しました、皆さん優しいですね、言うはよく分からない、そうですね、そうですね、あと何の話しようかな、まだ時間はあるし、うん、なんて、あそうですね、福井ツアー、そう、あそう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 、今本当にいろいろ
いろんなこと気にしすぎてちょっと頭悪く、そうですね、福井ツアーの方にあの参加させていただくことになりました。イエーイ。あのね、とてもあの谷さんとかがいるツアーとても楽しみでございます。とてもとても緊張しているので、どんなセットリストになるかのとか、ユニットはどんなのなのかなって言うんですけど、私のファンの皆さんはかっこいいユニットの方が好きって言ってくださってるので、私が踊ってるユニットはかっこいい方が似合うって言ってくださってるファンの方も、まあ案外可愛い方がいいっていうよりかはかっこいい方が似合うっていうか言ってくださってる方の方が多いので、あのかっこいい衣装を着てかっこいいダンスを踊れたらいいなーって思います。皆さん遠いと思うんですよ、とても福井遠いと思うんですけれど、待ってます。私も一生懸命レッスンを受けます。本当にこの前のビンゴツアーのやつにも出させていただいたんですけど、レッスンの時の汗の量と、まあなんていうんですか、熱気とファンの方に伝えるぞっていう思いがすごい強いレッスンだったので、今回もそんな感じになって、みんなで一緒に手を取り合っていいツアーの公演を作っていけたらなって思います。この前のビンゴツアーの時はなんかこういうねダンスを踊ったんですよ。こういうダンスを踊った、今でも覚えてる。なんかなんていうんですか、ダンスブロックみたいなのあったよね、ママ。もうトゥ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 みたいなやつがあったんですけど、そうあったんですけど、それを私はやったら、ファンの方にすごいね、願いちゃんってダンス踊れたんだとか、多分昔が全然踊れてなかったんですけど、今も全然踊れないんですけど、そういうのがですねあったので、今はとてもちょっとだけなんですけど成長してて、きっと、とても、あ、願いちゃんかっこよかった、チキンライの願いちゃんかっこよかったよとか言っていただけたので、そう、なんか私擬音しか言えないんですよね。トゥ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 、こういうねダンスのやつなんですけど、すごい緊張したんですけど、ファンの皆さんもいい頑張れっていう感じで見てくれたので、ツアーの時はですね、なんて曲やったかな、なんかユニットの時なんて曲やったかな、思い出せない、とってもなんか英語っぽい名前だった気がする。なんかとてもね、なんかかっこいい大人っぽい曲だったので、今回も大人っぽくかっこいい曲を私は望みます。スタイルいいからよう目立つね。そうですね、ありがとう。スタイルは良くない、そうですねって言ったら自分のことスタイルよく思ってるみたいになりますけど、違うよ、そんなこと思っとらんですよ。本当に、あ、違います違います、そうだね、ありがとうございますってことです。全然そう、あはあ、好きになった時から踊ってる時の表情が好き、ありがとうございます。食べ物も楽しみじゃない、やめて、太る太る、あー、でもね、私ね、ツアーの時、ビンゴツアーの時の思い出なんですけど、すごい緊張して全然ご飯食べなかったんですよ。もうなんかタピオカとかもあったんですけど、それもなんかちょっとだけ飲んでた、ちょっと途中でなんか緊張しすぎて多分気持ち悪くなった思い出なんですけど、なんかそれでもね、いただいたものだから全部飲んだんですけど、なんか体調がなんか緊張しすぎてお腹の調子が悪くなって、なんかめっちゃ全然食べれなかった、なんか食べてもなんか練習しないとっていう感じの人だったので、せっかく選んでいただいたからって感じだったので、私も頑張り、なんか全然食べてる思い出がなかったから、なんかママ、はい、今日ちょっと人を思いやらないコメントの人がいるね、ほっとこか。皆さん、この多分このコメントを見たら分かると思いますが、このコメントは私そんなことファンの皆さんに思ってないですし、
絶対にこんな人は、まあお説教したがる人はいると思いますけど、こんなこと思ってる人はいないので絶対気にしないでください。わかりましたか？そんな私のこのショールーム配信を見に来てる人たちはそういう人たちではないので絶対に気にしないでくださいね。女の子とか傷つきやすい子もいると思うけど全然そんなことないから。あ、何？焼き寿司、焼き寿司ってママ何？こっち来てやママ焼き寿司って何？焼きサバ、サバ寿司わかん。油揚げやってママ美が油揚げのお味噌汁めっちゃ好き。お味噌汁って言っとった。お味噌汁最近シュッとしたよね。イエーイ。ちょっと頑張ったんですよね。ちょっとお茶飲んでいい？お茶いただきます。焼きサバ寿司どんな味なんだろう。いやびっくりした。焼きサバが焼きそば寿司に見えた焼きそば寿司ってどんなのよ。カニ食べれるかもよ。カニ食べたい。黒ウーロン茶じゃないよね。ウーロン茶、ね、でもこれ黒ウーロン茶、黒ウーロン茶、黒ウーロン茶なんですよ。あの炊くね。咳が止まらないよね。ちょっと今痰が絡まってるみたいな。さっき全然ね、どうしたんだろうね。あれかな、タンが絡むシーズンが来たんかな。嫌ね、そんなシーズン。髪の毛がボサボサだ、嫌だ。これお高い？炊くものやからね。ママ毎日2回炊いてる。願いがめっちゃ飲むからやろ。そう、ネビョンが飲むから。ごめんなさい。はい、なんか最近よくハマってることを聞かれるじゃないですか、うん、聞かれるんですよ。願いちゃんってどんなものハマってるのって言われると、どんなものにハマってるんだろうっていうね。ちょっと私って謎な人間ってよく言われるんですよ。なんか不思議ちゃんってメンバーからもたまに言われるんですけど、たまによ。なんか何なんだろう、うるさい不思議ちゃんみたいなところがあるんですけど、全然そんなこともないんですけど、どんなものが好きですかとかだったら、どんなもの？願いってどんなものが好きやっけ？母に聞いていくスタイル。その他よ。本読んだり、食べることが好き。そういうことじゃないよ。それはもう趣味じゃない。それはもう正解。お風呂を、あーそうね、ためて、うん、お風呂をためてゆっくり入って足のマッサージしたりとか、そうね、するのが好き。でも一向に足が細くならないの。いがちゃん、ツアー参戦おめでとう。ありがとうございます。ママは根っからの大阪の人？そうです。あ、そうやな。だって願いが根っからやもんな。あの、そうですね、あの、なんて言うんですか、私はあの今ですね、あの皆さん、宮脇さくらさんって知ってますか？多分知ってると思う。明日、あと本田ひとみさん、ひーちゃんって呼ばれてる方ですね。本田ひとみさん、そしてなこさん、まあまあっていう AKB48 グループの中の HKT48 とチーム8の方かなんですけど、その方々たちがプロデュース48っていうのも出てて、あの私たあのジュリナさんとかゆうかたんさんとかがね、出てたプロデュース48で受かって、アイズワンっていう韓国と日本の合同アイドルね、ができたんですよ。で、あのその
アイズワンがすごい矢吹奈子さんやな、すごい私アイズワンが大好きで、今回もなんか新曲のヴァンパイアって曲が出たんですけど、なんか私が大好きな感じなんですよね。可愛らしいアイズワンも好きなんですけど、私ってかっこいい曲がもう根っから大好きなんですよ。なんかちょっとなんていうの、ミステリアスな黒い衣装を着た、てかもう私がもともと黒い衣装とかがめちゃくちゃ好きで、なんていうんですか、黒目のね、白と黒の服とかがね好きなので、そんなもうドハマりよね今回の曲は。なのですごいなんか猫ちゃんとかも出てきてめちゃくちゃ可愛かったので、なんかもうねね、どう思いました、めっちゃ可愛かったじゃないですか。もうなんなんやろ、神秘的よね、すごい綺麗、あの人間じゃないっていうなんか人種違うよねって感じなんですけど、私はあれですね、ウォニョンちゃんが好きですね。でまあ分からないと思うんです、そのアイズワンっていうグループが好きなんですよ。はい、でもね、本田仁美さん、ひーちゃん、なんか私ファンだからどうしたらいい、先輩とファンの狭間みたいな、なんか本田仁美さんね、ひーちゃんさん、ひーちゃんさんといえばいいか、ひーちゃんさん、本田仁美さん、ひーちゃんさんはなんかプロデュース48で見てた時あるやんか、と全くもう全然違くて、今金髪にして、もともと肌が白いから金髪もめっちゃね似合うんですけど、なんかほっぺに夢と希望が詰まってるらしいんですけど、めちゃくちゃ痩せてて韓国に行って、あれぐらい痩せたいなって私思ったんですよ。でなんか最近は私もね、ずっと前から頑張ってね、あの減量頑張ってるんですけど、そこまでね見た目に出た、出てるよ。最近はなんか衣装さんとかにも願いちょっと痩せたってめっちゃ言われるようになってすごい嬉しいんですけど、あの本田ひーちゃんさんとか、私の好きなチャンオニョンさんとか、宮脇さくらさんの写真とか、なこさんとかの写真を見て、こんな綺麗な人たちになりたいなっていうのを見て、あのちょっと気持ちが筋トレとかしたくないなって思った時にパッて見るようにしてます。はい、だからなんて言うんだろう、最近の趣味はお風呂に浸かって、あ、私夏でも冬でも秋でも春でも絶対に暑い時でもね、お風呂を溜めるんですよ。湯船にずっと浸かってて、それもなんか出てくるのがめちゃくちゃ遅いんですよね、うん、何分ぐらいかかるっけ、結構まだ出てこないのっていうぐらいめちゃくちゃ長く入ってるんですけど、あのジップロックっていうやつにこのスマートフォンを入れて、だからね水がかからないですよね、うん、そこで YouTube をこうペーって見ながら足のマッサージをして、オフあのシャワーをするっていうやつを やってるんで私は、うん、なんかそれをして、なんかあのそっからお風呂上がりに、あの体が温まってる時にストレッチとか、血行良くするストレッチとかやったり、筋トレが趣味になってきたかな、うん、なんか筋トレ動画をも 見たり、うん、あとはアニメより、あ、ま、漫画とか小説を読んだり、美容系のなんかメイクの動画あるやんか、まあ言えばメイク動画っていうのが YouTube に上がってるんですけど、すっごい本格的な、もう棚の中にもうメイク道具しか入ってない、プロのメイクアップ アーティストさんとかのやつをバーって見て、すごいなんか、あ、素敵だなって思いながら見たり、お花のね画像をたまに漁ってたり、そういう感じか。あとドレスの写真とかを見たりしてる。なんか、なんかドレスって神秘的、まあ、癒しやな、そう、神秘的だから見たり、まあね、ディズニーを見たり、そういう感じで私は日々幸せを得ています。あとはアイズワンの動画を見たり、音楽を聴いたり、それが私の趣味ですね。なんか可愛らしい性格って言われるけどね、なんか強そうじゃないですか。なんかよく言われるのが、すごいネガイちゃんって言葉遣いがなんか大阪弁って強く感じますよね。なんでママに願い敬語使ってるんでしょうか。緊張してるんですかね。タメ口でいいですか。いいよそれ、そうやな、タメ口じゃないとな。ママやもん。大阪弁ってさ、ママも経験したことあると思うけど、ちょっと強めじゃない。だって方言は地域によって違うんですよ。大阪でも地域があって、例えば何だっけ、まあ地域ねがボボボボボってあるんですけど、そこによって方言の使い方が全く違うので、まあ弱めの方とか、まず大阪弁っぽくない方とか、多分北川芳乃ちゃんとかって大阪弁、大阪人なんですけど、ちょっとね大阪弁が弱いよね、あんまり出ない方が、
あんま喋らへん地域なのかな。そんなに願いたちみたいに敬語にしてるんじゃん。あ、敬語か。でもなんかでもやっぱり弱いよねって大阪弁が。もうそれは私も羨ましいんですけど、でもなんか大阪弁かとかをなんかに話すとなんかちょっと強い女性系に見えるんですよね多分、うん、よく言われるんですよ、なんか強い女性系、私が普通に喋ってる言葉がちょっと強めのなんか女性系なんですけど、本当は根っから根がすごい、なんて言うんですか、元々のことがなんかチャランポランに見えるんですけど、本当に真面目で、あと物事をすごい考えるんですよね。わかります？わかるよ。あと大ね、ねぴょんは気強ないよ。気強くないんですよ。なんかでも 気全く強くないし、でもなんか物事を考えるタイプよね。亀かウサギやったら亀タイプなんですよね多分。だからなんかこうなんか大胆に行動することもあれば、なんか考えて慎重に行動する面もあるので、なんて言うんですかね、二面性がありますよね。だからなんか多分ファンの皆さんが考える願いちゃん、表の願いちゃんと裏の願いちゃんが全く違うんですよね。最近は出るようになってきましたが、本当になんかさっきもねちょっと誤解するようなこと言っちゃったかなって言いますけど、うん、それで気にしいやね。そうなんです。ショールーム配信終わった時も、今日の配信大丈夫だったかなとか考えて喋ってたけどっていうのをパパとかママとかにパパに電話してまで聞いたりするよね、うん、だからなんか多分気にしいなので、とても心配性な言葉とか、あともう思考回路がなんか真面目な話、真面目なんですよね多分、チャランポラに見えて、うん、だからなんかちょっとショールーム配信とかでも楽しい話よりすっごい真面目な説明ばっかりする配信だから、きっと見てる方はあんまり面白い明るい話じゃないなと思うんですけども、思考回路よねこれは。生まれつき、生まれつきやなね。でもでも小さい時とかもなんやろう、すごい真面目で、うん、で正義感がすごい強くて、うん、いつも友達守ったりとかしてた。してたな、してたしてた。うん、あったくない、幼稚園で喧嘩なっててさ、うん、こうえ幼稚園の子ってこうちょっと手が出ちゃう時ってあるやん。力全く弱いけど、うん、あーみたいな感じだったやんか。それをなんか親友がされそうになってたのを、まんまへ来て私が殴られたっていうな、幼稚園の時。いやっていうか足をバンバン蹴られてた。あ、足バンバン蹴られてたっけ。それでも泣かへんかったよね、うん、痛いって言ってたんで、やめてとか言ってたっていう根性が強い。まあ根性は強いよね、じゃないと。いや、なんか正義感が強い。正義感が強いんですよね。だからなんかひどいことを言う人は意味がわからないっていう感じだし、あの人のことをけなす人はどうしてそういうことを言うんだろう。まあ冗談のさ、けなし合いってまあ MC とかでもありやん、うん、いやほんまに嫌だとか言うのはいいんですけど、なんか本気でパッてけなす言葉を言える、例えば単純に言えばお前顔面ブスやなっていう人いるやんか、うん、もうあいつの顔かわいいとかマジで思ってるんだったら眼科行った方がいいよとか、たまに SNS であるじゃないですか、うん、あの人たちが言ってる言葉本当に分からなくて、うん、まあ人の趣味じゃないですか。だからそういうのが私は分からない人だから、なんかすごいね、それがね普通の話でも真に受けるんですよね。だから考えやすいし、意味なんかもう真っ当な正義感があるんでしょうね。極力人を傷つけたくないだから傷つきやすい。そうなんですよ、人を極力傷つけたくないから逆に自分が傷ついてるっていう。武勇伝やって、武勇伝、武勇伝、武勇伝伝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 男の子たちが武勇伝武勇伝武勇伝伝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 ブユーデン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 めっちゃ好きやったあれも流行ったたまま、ペーパイナポーアーポーペンってやつ、
え、なんかあの人のいいよね。アポアイアンはなんとかペー、うーん、アポペーンって。今なんかすごいいろいろなとこ出てはるよね。すごいよね、あれ考えたのは素敵やと。なんか私変なところの水、なんか笑いのさところが浅いよね、いつも思うけど。ピコ太郎さんや、うん、なんで名前覚えてないやろ、でかい、うん、ネタが好きなんかな。そう、通天閣のそばではありません。通天閣のそば、あ、住んでるのってこと。それは違う、そんなど真ん中に住んではんよね。言えば田舎よね、周り森言えば目の前森みたいな感じの家に住んでたよね、うん、あのよく一軒家って言われるけどマンションやったよね、うん、その前に森があるみたいな。マンションのくせに、まあ、なんで周り、イノシシとか山の斜面に立ってて、そうイノシシも猿もキジ もめっちゃおる、おる。なんかどちらかといえば平和な、もうお姫様よ、いい意味で言えば森のお姫様みたいな。静かやし、あの本当に寝てる時にね、綺麗なね、朝とかめっちゃ綺麗な鳥の、トトロ出そうな、トトロ出そうあるよね、こんなやつ。あのめいちゃんがこうやってガサガサガサって入るやつあるやん、こんな、あのここをガサガサガサって這いつくばったあのところでトトロに会うみたいな、ああいうアーチみたいな、あの草むらのやつが本当にあったんですよ。でなんかちょっと残酷な話していい？私が幼稚園やった時にイタチがいたんですよ、うん、でイタチがいて、私の玄関の前が本当に森だから、なんかたまにお猿さんとか猫とかが出たら一瞬で分かんねんな、あ、おるみたいな、そうタヌキとかイタチがめちゃくちゃ頻繁に出るところで、なんか餌をやったらいけないんですけど、なんかそうイノシシそう出るんですよ。でなんかすごい田舎やねんけど、田舎やからこそすごいなんかちょっといろいろ見てしまって、なんか幼稚園の朝やったっけ、うん、朝になんかママがご飯を作ってくれて、もうパパは出てたんやったっけ、パパはもうお仕事に行ってて、私ママがウインナーとかを作ってご飯食べてたんですよ、うん、もくもく食べてたら玄関、あのその森の方の目の玄関の目の前ぐらいに森があるんですけど、イタチがいて、でもイタチがいるだけならいいんですけど、子猫、生きてる子猫やったっけ、子猫をイタチが口でこうやって掴んでな、いやママ助けに行った、そう食べようとしてて、でママはそれが本当に嫌で、まあ、弱肉強食の世界だけど、ママウインナーを持ってこれを食べみたいな感じにしてたんですよ、うん、でもなんかそれもね、危うく連れてかれちゃったよね、子猫が。でもママは動物を泣いてて、で動物をいじめることができないし、イタチも猫も叩いたりできないから、ママって。だからね、そう優しい心を持ってる人だから、こうどっちかをバンって押しのけて助けるなんてできる人じゃないからね。子猫をこう抱こうとした時に噛まれそうになって、ね、噛まれそうな、感染しちゃうからね。あのよくキツネとかもさ、菌持ってるじゃないですか、それと一緒だからちょっと危なかったんな。でなんかまあ子猫がまあさらわれてしまって、ね、子猫がさらわれてしまったら、次の日から夜になると親猫かなの鳴き声が毎日聞こえてたっていうね。そう、ずっとニャーニャー、なんかいなかったんですよその時。まあなんかそのイタチが現れるまではなんかそんな猫の声とかね、夜中に聞こえなかったんですけど、子猫がさらわれた夜のからね、夜とかにずっと猫がニャー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 鳴いてるんですよね。カブトムシとか多分親猫だった。カブトムシもいたよね。うん、まあ、ソーセージも動物だよって。確かに、まあ、確かに。でもな、やっぱり私たちもご飯を食べて生きていかないといけないから、いただきますっていう言葉があるんですよね。うん、はい、ね、暴力は触れないよね、ちょっと。そう、難しい境なんですよね。もうちょっと早くに助けたったらよかったん、うん、ママがもうそれ悲しい。ずっとニャーニャーニャーみたいな。でもさ、なんかあれよね、活発やよね、幼稚園の子とかにとっては森ってめっちゃすごくいいところよね、うん、すごい走り回れるんですよ。いい森で公園があるんよね、近くに、うん、まああると思うんですけど、そこの公園ももう葉っぱがもう周りに囲ってあって、めちゃくちゃもうそんなあの山よね、どっちかといえば。家のマンションの真ん中に公園があって、うん、
ママとママらが住んでるところは前に公園があるとこに住んでる。でも大阪ってそういうところバンバンあるよな、うん、ね、なんかそこでなんか遊ぶんですけど、もうめっちゃ虫がいて、私はちょっとちっちゃい頃虫触れたんですよ。蝶々とか、あとカマキリとか。ママカマキリ嫌いよね。カマキリは一番苦手なんです。カマキリ振り向くから。そう、振り向くよね、こうやって。そりゃもうだって虫が振り向くっていうことは信じられへん。カマキリ、カブトムシとかめっちゃおるよな。多分あの都会で見れない貴重なさ、カブトムシとかおりやんか。めっちゃ高いって言われてる。なんていうの、普通のカブトムシより高いって言われてるカブトムシおりやんか。ママ知らない。おるんですよ、多分。めちゃくちゃなんか、まあ、こういう話も苦手やけど、なんか売られる値段ってあるやん。それの値段でなんか貴重なカブトムシみたいなの多分絶対に普通におるよな。おると、絶対おるんです。なんか見つかりにくいとか捕まえにくいとか言いますけど、普通にいるんですよ、私が住んでたところ。うん、普通に探したらもううじゃうじゃいるんです、きっと。隠れるのがうまいんですけども、隠れるところいっぱいあるから。でもね、ちっちゃい頃普通にカマキリ捕まえとったよね。カマキリ捕まえて観察とかした時に、今になればもう絶対触れへん。無理無理無理。うん、今になっても蝶々も見てるだけならいける。何だっけ、オオクワガタとか。どうやろう、オオクワガタ。なんかもっとちょっと違うやつじゃない？絶対でもさ、探せばおるよね。あの、おじいちゃんおばあちゃんの田舎行ったらおるおる。なんか私のところではもうなんか普通になんか都会、多分名古屋ではね。名古屋ってあんま森とかないやん、山とか。まあ、奥に行けばあるけど、まあ、あの名古屋都会の方よね、名古屋って。都会だね。うん、だからあの私にとってはなんか名古屋来て住んだ時はなんだここって感じだったよな、もうなんだここって感じだったんですけど、なんか慣れるまで時間かかったね。そう、だからいっぱい虫がいるんですけど、おじいちゃんとおばあちゃんが住んでる、パパのおじいちゃん、まあね、ママのおじいちゃんとおばあちゃんはね、亡くなってしまったんですけど、うん、パパのおじいちゃんとおばあちゃんが住んでる方はもう本当にもっとイノシシが出るし、もっとキジが出るし、川はとても豊かよね。川のところにホタルが見える。そう、ホタルが見えるし、魚がね、もうなんか分かりますか、今の川ってちょっと汚いところとかが多くなっちゃったやんか。橋のところと川ってめっちゃ離れてるのに、橋のとこからでも魚がいるのが見えるんですよね。で、釣りができるところなんですよ。で、そこの釣りができるところをおじいちゃんが管理しているんですけど、うん、あのもう橋から、橋がここだとするともっと奥深くなのに、もう魚が泳いでるのが見えるし、多分ね、インスタグラムに載ってるよね、願いのお魚の写真、うん、あ、お正月に載せた、皆さんよければ見てください。あの本当にね、めっちゃおるよね。キツネもおるし、タヌキもおるし、イタチもおるしみたいな。ママ、当選も、当選も、当選されたお猿さん。しかもおるよね。いるいるいる、普通におる。だからよく言われるんですよ、おばあちゃんに。絶対にあの近づいちゃいけないよ。うん、あの攻撃しちゃダメだよ、イノシシとかもって言われる。突進してくるから、攻撃しちゃダメ。攻撃しなければ動物ってね、威嚇はするけどね。うん、だから、でも、ほんまにお猿さんにな、当選もされてるイメージあるわ。当選もされたな。助けてもらってバーベキューしてる人にやめときなーってなんか夏休み中にな、ねがおばあちゃん家毎日行っとったやんか、うん、毎日行ってて、なんか観察とかができるし、子供にとってはすごいね、もっと豊かなところだから、みんなが普通におばあちゃんのベランダ、ベランダって言わへんよな、あれもう森やから。なんて言ったらいいの、おばあちゃんとかトマトとかを育ててるんですよ、自分で。トマトとか縁側か、うん、すごい綺麗な川じゃんって。月のワグマも出てくる。何それ、クマか。クマも普通におるよね。だから夜とかあんま出歩いたらいけんよね、うん、でもなんかその縁側から座ってこのお花の絵をスケッチしてたら普通に猿がおった、うん、動物園でしかあんまり見たことないやん。そんなに見えへんや、願いに積んでた家でも。普通におった。トマト狙ってきとったわ。シカにやられたら匂いしてる。そうしてるから、なんかもう普通に猿が来てなんかキーキー泣いてるんよ、トマトで。願いそのトマトの近くにおってスケッチしてたから、お花をって感じになったけど、おばあちゃんがあなんかもう全然攻撃しないしなかったり、なんか大声出したりしなければ何もしないからってすごい手慣れた感じで言われて、その時喉心配してくれて。あ、喉大丈夫ですよ。だからなんかすごいよね、なんか、うん、でもね、なんかそのお猿さん本当にキーキー言ってたのはなんか多分私を警戒してたんですけど、私が何も出さず
なんかね手も出さずね、うん、ずっとスケッチしてるのをなんか多分感じたのか、うん、普通に遊んでたそこら辺で。な人懐っこいかな多分その、ね、そのお猿さんは。トマト取られとった。でもおばあちゃんはいいよいいよって鹿にもやられ鹿にもやられとったし。でもなんか本当にあれです、私その時やっぱ今も思ったら、おばあちゃん家とか、まあ、動物がいっぱいいるじゃないですか、まあ、白雪姫とかってめっちゃ動物と仲良くなって手の上に鳥とか乗せてるじゃないですか、うん、あんなに綺麗じゃないよねあんなに綺麗じゃないよね普通にこんな感じで止まったりするじゃないですか。私もねすごく素敵だなと思うんですよ。私だから本当に田舎っ子って感じやもんな。もうパパはもう田舎っ子、ほんまになんか川飛び込んだりやめて、ほんまにもう本当だからあんなに身長でかいし育ってんねやんか。いやもうそれは毎日牛乳ものすごい飲んでた。でもなんかだからこそなんかすごい私プリンセスとかして素敵だなっていう夢を持つけれど、やっぱりおばあちゃんのところとかに行ったらいやもうそんな難しいよねって感じ。野生の動物あんな近寄ってこうへんって人間に慣れる慣れてる慣れてるんよ動物園と違うから。あれは多分白雪姫がおったところは動物園の動物がちょっと森に行ったみたいな感じだよね。うん、すごいよねファンタジックだわ。目見たらあかんって聞いたことある。それはあれじゃない、クマじゃない。猿は別に目合わせても何もやってこい。あかんあかん、え目が目合わせちゃっていいけど、目合わせんだ。その猿はあれなんかな、ちょっと貴重な猿やったんかな。ほんまに怖かった。大きかったし、あでかいんや、うん、あ運転中のイノシシが一番怖い。でもたまにありますよね、運転してたら鹿がこうやってえーって寝転んでるやつっていうかね、動物マークがあって動物注意って書いてあるもんね。そうもうなんかさ、まあ、普通に今日は長々ねショールームしてもいいしね。いいです、まだまだ時間があるので皆さん一緒に幸せな時間を楽しみましょう。9552人言ってんねんけど、すごいありがとうございます。あれじゃない、願いさ、ずっと全然やってこうへんかった話なんですけど、まあ、おばあちゃんの夏休みね行ってた時に私おばあちゃんに言ってちょっと散歩してくるって言ったんよ、うん、迷子になったとかじゃなくて普通に歩いてたらなんか普通にキツネとか猫ってさたいうーって感じやんか、うん、そんな感じでキツネとタヌキがうーって感じになると思ってたんよ。でキツネとタヌキがいて、キツネの多分方の赤ちゃんかな、子供まだ立って間もないみたいな子が怪我してたんよ足を、多分もう足を引きずってて後ろの足を、で僕はもう助けてあげたいけど触っちゃいけんっておばあちゃんとおじいちゃんに言われてたからどうしようもできひんかってんけど、その時にもうお母さんも頑張っててんけど、タヌキの方がタヌキかなイタチかな分からんけど背中をな皮、あの子供の方キツネの方の赤ちゃんの背中をこう噛むんじゃなくてこうくわえて、それもなんかちょっと危ないところの道らへんにおったんよ、その狐の親子が。こうちゃんとした森の方に食べるんじゃなくて連れてってあげとったんよ、お母さんが。お母さんがついてくんねんけど、お母さんがついてくるのをこうチラチラ見ながら進んでたんよ。だから、あ、素敵だなって思った。それも全然イタチ怒ってなくて、イタチかタヌキか分からへんけど、なんかもう、それをした後は安全なところに連れてったって思ったのか、普通に帰っていったよ、違うところに。それをずっと見てたけど、なんか多分それに一生懸命に人間がいることにすら気づいてなかった。そういうのを見れるんですよね。ママカモの親子見たよ。カモなんてめっちゃおるくない、あそこ。なんか川に、うん、カモの親子がおって、うん、段があったからあるね、お母さんが下におって、うん、こう一羽ずつ段をこう飛ぶのを見てるっていう、その穏やかな癒し、うん、あとでかいな、あのノウサギみたいなの見たことあるよ。でもな、白いウサギじゃない、こんな白いウサギじゃないよママ、ちょっと灰色。でもなんかめっちゃ可愛かったけど、でも可愛いって言ってもウサギやから可愛いかもしれないけど、目はめっちゃ鋭かった野生のウサギやと思って。でもなんか触っちゃいけんもんね、森のウサギって。
森の動物は触っちゃいけ、菌持ってるし、むやみに触れたらね、あっちもらもあちらで警戒してるからダメですよね。ネギは背負ってなかったって。ネギは背負ってるかなと思ったら背負ってなかった。キツネは手を出すと噛みつくらしいよ。あ、でも噛みついてなかったよね、タヌキの方に、うん、もしかしたら種類の垣根を越えて仲良くなってたんかな。どうなんかな。警戒心がもうなくなったかもしれないな、その時に。あ、こいつは大丈夫やって目で分かったかもしれない。よくありますよね、なんかそういうの、あの YouTube とか見てもライオンがね助けてたりするやん、うん、だからすごい、なんかそういうライオンがちっちゃい動物の子供が足怪我してて、足怪我しとか体怪我してたら安全な場所にライオンが連れていくとか、助け合いがあるんやね、うん、と思って。そんな感じで人間もやっぱり助け合おう人間も助け合いましょう。ネガチ、おやすみなさい。おやすみなさい。でもなんか私はなんかすごい森とか山とかの近くで育ったから、なんていうんですかね、あのとても名古屋とかの東京とかの都会さとか、葉っぱのなさあるやんか、まあいいと思うんですけど、葉っぱのなさとか、なんかまず虫が蚊とかしかおらんやん、カマキリとかめったに見やんやん、まあ、セミはおるけどな。だからなんかすごい不思議で、全然最初の頃は慣れなかったです。なんかここはどこだいみたいな、なんか本当に木陰があるとかそういうのじゃないやん、屋根の下が木陰みたいな、すごいなんか違和感を感じました。1万人おめでとう。あ、1万人ありがとうございます、イエーイ。あれだけはあかん、ムカデ。あ、思い出したくない。あ、もう家に入ってくるから、うちは。この辺、皆さんご飯中の方いたらごめんなさい、あの私たちの家って、まあ、田舎っていうのはまあ多分分かったと思うんですけど、めっちゃなんていうの、外からな入ってきたよね、あいつが。ジージー願い、ジー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 ペッペペッペペのジージーが入ってきて、ジージー、あのジーがね入ってきたんですけど、それを気づかない私たちはパパと願いとあーちゃん、あの私のお姉ちゃんとママでこうね、テレビ笑って見てたんですよ。で私が多分端っこでこうみんなで笑ってあーみたいな感じでこうね、大なんか横並びでねおったら、私の足にカサカサいう感じを感じたんですよ。ご飯の方いたらごめんなさい、なんかカサカサすると思って、そしたらゴキブリが私の足にいてもうこれ飛んで飛んだよなんかもう足にいっても叫ぶしかないじゃないですか、ギーってなやってな、飛んでパパの腕にいってな、次パパあーって言って、もうあれ本当に恐怖だった、うん、あんまりうちの家ってジーわかんやん、ジーじゃなくてムカデ、ムカデがわくんよね。ねんぴょんが赤ちゃんの時にすごい大きいあのムカデが出て入ってきて、もうすぐねんぴょんのとこ噛みに行きそうやったからママママが噛まれてたやつ、ママバーンバーンってやったネーピョンを守った、うん、ジー何笑ってんやって、いや本当にやばかった。あの時は何やったっけ、中学生か小学生ぐらいか、小学生でみんなでギャーギャー見てた時に足にカサカサ感があって、見たらゴキブリおりやん、うん、ふくらはぎぐらい見たんですよ。もういやーって猿見ていやーって言ったら、パパ横にいたパパの腕にいて、パパ無理ーって、うん、あーちゃんのところにも行ったよな。ママのとこ来た？来なかった。だから願いパパあーちゃんで止まって、ママは来なかったから絶対許さんと思った、その時は。あ、ムカデがジーを食べんねんて。そこはムカデに感謝やわ。そうなの。でもなんかさ、今の人やからエレベーターがあったやんか、普通にムカデおったよな。でもそれもさ、願いここでさムカデをちょっとだけ見たことあるんよ。これぐらいやん、ここのムカデって。こんなんなんですよ、ここら名古屋のムカデってこれぐらいだったんですけど、名古屋だけ、東京とかも多分これぐらいなんですけど、
私が見たムカデはこれぐらいですけどね、大阪の私が住んでた田舎のムカデはこれぐらい、本当に嘘じゃないんですよ、これぐらいやんな、それおこんなんこんなんこんなんがしょっちゅうなんかいるんですよ、山とかに刺されたからめっちゃ痛いし、こんなんこんなんもう本当に持ってないです、こんなんのムカデがいて、もうそれがなんか普通最初はめっちゃ怖いやんか、もう慣れたよね、またおるわとか言うけど、言っとかないと負けるから、負けるよね、だからもう勝たないとあかん、それもさムカデさ生命力半端ないよな、 G と一緒で、半端ない、いやマジで叩いても動くんよ、叩かへんとマジで足腫れるから、いやもう切らないとあかんほんまに切らないとあかん、なんかそれも思ったのが、なんか多分都会のムカデと田舎のムカデは野生感が違うのか、でかさも違うやん、しぶとさも多分違うと思う、あと毒とかもでっかいし、もう叩いても叩いてもこうやって、皆さん持って、こうやって持ってませんよ、これ持ってないよなほんまに持ってないから、マジで私たちのところがすごい田舎なんですよ、もうな、これはもう田舎っ子だから話せる話、んなここら辺たぬきとかいたつとか出ないでしょ、名古屋本当にでかかった、たまに降ってくる時あったよな、エレベーター乗ってる時、こうエレベーターのこの揺れでペーンって降ってきた時は何泣き状態よ、ね、ね、だから本当に持ってないから本当に危なかった、だから皆さんムカデには気をつけてください、あのムカデは本当に危ないから、もう G よりやばいよ、どっちかといえば G より手強いよね、ムカデ動き方が違うもん、まず素早くない、でかいくせに、もうほんま怖い、ほんま怖い、あれだけはほんまに慣れてもなれへん、梅雨前から、梅雨前めっちゃ出るよな、出るからね、もう山なんで、私の家の近くが山、もうまんま山よね、山の斜面に立ってる、山の斜面に立ってるから、まあすごい空気がね美味しいし、すごい綺麗だし、子供にとってはすごいいいところなんですけど、まあ、注意点とすれば虫が苦手な人はとても無理やね、ムカデでかいんですよ、これぐらいなんですけど、これぐらいだったらもっとさ、なんかヨロヨロすると思うじゃない、スパーンっていくから一回だけ足で踏んだことある、足で踏んでも死なんねんな、もうほんまに泣きそうになって、もうそんなんダメなんです、ムカデも生き物だけど本当に刺されたら痛いの、ママお尻刺されてたことあったっけ、いや足足かえそうなんや、ママ G は油成分だから洗剤かけたら1コラやねんって、そうだね、ムカデはかけるまでが気持ち悪いんよ、うん、だからあの凍らすやつ一旦あれやね、ゴキジェットやね、ゴキジェットに似たやつだね、持ってるよね、クモにも使えるやつやろあれ、ムカデもいけるよね、ムカデのムカデとゲジゲジって同じ、違う、違う、ムカデはもう怖いよ、でもなんかクモのデカさも違うくない、もうカメムシも違うよ、都会のカメムシはちっちゃいよね、えそこに願いもびっくりしたもん、なんかこの前さ、あの私今もマンションに住んでるんですけどね、うん、マンションの方が安いから一軒家より、いやそりゃそうか、引っ越してきたらなんかエレベーターの前にトカゲがいたんよ、ちっちゃいこれぐらい、うん、あれってトカゲよね、尻尾、うん、が生えてる、トカゲなんですけど、多分モバイルメールで送ったんですけど、ちっちゃかった、うん、こんなママこれぐらいや、もっとでかい、尻尾もでかいし、しかも動きが早いし、なんかでも綺麗よ、綺麗よね、なんか色が綺麗、うん、でも色が綺麗なものこう触っちゃいけんよね、アマゾンのやもそうやけど、海の中も色が綺麗なやつは触ったら、そうタコとかもそうよね、うん、一発よマジで危ない、ムカデは食べれるらしい、絶対無理やわ、願い、仕事で食べてって言われたら頑張って食べる好んでは食べん、妹さんの、うん、あとミミズもでかいよね、あでかいな、ミミズもでかい、でカブトムシとかもいい意味で、カブトムシ好きな方は嬉しいと思うんですけど、でかいんですよね、多分ってめっちゃでかい、めっちゃでかいよ、蜂蜜とかプーさんみたいに塗らんくてもめっちゃおるな、
夏になると普通に大きい木にいます。なんか100-200年かけた木とか200年生きた木とかおるやんか。それぐらい生きないとでかくならんやん、うん、それの倍ぐらい生きた木があるんですけど、そこにめっちゃおる。もうこんなことしちゃいけないんですけど、フェンスがあんねんな、ここから行ったらイノシシ出るよみたいなとこあったやんか、うん、そこを友達と乗り越えとった。危ない。ママに言ってなかったけど、それはあかん。もうなんかね、お願いってさ活発やったやん、友達もやけど、みんなそのフェンス乗っちゃいけないんですけど、飛び越えたら虫がいっぱい、カブトムシもおったよ、うんうんうん、だからめっちゃ綺麗なんですよ。だからもうそこら中なんて言うんですか、あーって感じの女の子やったからなんかもうターザンみたいな女の子やったから、ターザンの女場みたいな感じの子が私の友達には多かったから、こうフェンスをこうなんてスパイダーマンのように駆け上り、木の上に上り、ちょっとね、あのね、こういうところありやん、なんか家となんか2階と3階の間にあるこういう滑り台みたいな感じのね隙間があるんですよ。あそこを秘密基地みたいにして、こうちょっとこう虫を見るとかやってた。でも今は絶対無理。ママも絶対無理。なんでちっちゃい頃ってあんなにさ虫触れんの？好奇心旺盛？やっぱりそうなんやろなと思うよ。でも普通に虫は捕まえ、なんか触ったり見たりして楽しんでるけど、家に持って帰っては来なかったよね。普通にペッて話すよね。ママが怖いみたい。しかもなんかね、森に帰さないと、森にお帰りって感じだから、うん、そうおやつは虫、それは出さなかったよおやつは虫なん？おやつは虫、ほんまに？ママ出さなかった。ママが虫嫌いやから、まずイノシシより危険。そう、多分イノシシよりね強い気持ちでおったんかもしれん、うん、クマも出るやろ。出るね。今はあかん、虫苦手。あ、子供は経験が少ないんや。あれや、もののけ姫あるやんか、うん、おばあちゃんとおじいちゃん、もののけ姫みたいな山よね、めっちゃおる、うん、ナウシカみたいな、もうなんかそんな感じでした。なんか今って言えばさ、ファンの方に肌白いって言われるやんか、うん、もっと焼けてたよね昔。すごい焼けてた。引きこもりになったんかな。いや、もう今アイドルだからかな。なんかめっちゃ焼けへんよ、努力してるから。めっちゃ怪我してたくない？ちっちゃい頃。木を乗り越えて。ママの知らんとこでな。そう、怪我してて、なんでそんな怪我してきたんって言ったら、もうフェンス乗り越えてなんて言われないから。こけた。こけた。嘘ついてた。こけたって言ってました。あとなんかさ、あの、本当に私の田舎の話になる。こういう話がみんな好きなんかな。まあ、いろいろなことを知れるから。こう家の前にさ、こういうやつ崖みたいななかった？あった。この切断、山と山を多分切断したみたいなのあるやんか、うん、あの山があって、あの山にを助走をつけてストドドドドーってバーって登って、それぐらい低いから案外ズワーって登って、はいって言って、友達がはい、みんな登ってきてみたいに登って、ちょっとフェンス乗り越えてね遊びに行くっていう。たまに見るキツネ、うん、たまに見る猫、めっちゃ楽しかった。苦手だけどね、ガイちゃんのこと好きだから頑張って聞いてる。ごめんなさい。ちょっと虫の話を避けて動物の方面に行くか、うん、本当に活発でした。もういろんなところ走り回り、怪我をして、でママにこうね、あれじゃない、ママが帰ってきて、ネガイなんでそんな怪我してるのみたいな、何があったのって言われたら、フェンスを飛び越えた、崖を登ってた、走り回ってたとかね、地面の上でゴロゴロゴローみたいな、ナッキーみたいなゴロゴロゴローみたいなね、あ、わかる？あーみたいなことやってたなんて言えないし、ママに絶対怒られるし、やられるから、ちょっと こけたみたいな、ちょっとこけちゃったみたいな。心配するからな。こけたし、けが、こけた時にすりむいた。うん。つったら、ママもね、察するんよね。察するね。願い変なことして、うん、こけたって、もう言葉を遮っていくスタイルよね。もう全部もう、ちょっと話してみて、うん、話してみて、ね、ママ話してみて。どうしたの？怪我した？
怪我した。え、違うね、違う、何したのって言って、何したの。いや違うね、違うね、あのこけただけ、こけた、別に何もしてない、そう遮っていくスタイル。逆に怪しい。でもパパさ、それ認めてくれてたよね。パパはそれがなんか田舎っ子やもん。田舎っ子はもうなんかもうパパに似たんよ。ママみたいにお嬢様で育ったわけちゃうからさ。ママもお嬢様ではない。裕福、めっちゃ裕福、もう本当に言うんですけど、ママお金持ちの家で育ってたからな。そんなことない、本当に。これはパパからも聞いた。だからあのパパはあのターザン、どちらかといえばターザンよね。そのターザンの血を受け継いだから私はここまで活発になったと思う。足は折れたことないよな。あーちゃんは手折れたけどな。なあ、あーちゃん、あーちゃんの手の折れ方ダサくない？ママを追いかけてきて網戸あると思ってそのまま落ちてん。なんか透明のドア、あのガラス、玄関にあるガラスがあって、それが開いてて、で網戸があると思ったよね、うん、網戸があると思ってママーってこう走ってって、助走でもう落ちたみたいな、なあのベランダ飛び越えたみたいな感じだったっけ、うん、でバーンみたいなってボキーって言ったやろ。見たことないけどね、がそれ聞いた時笑ったよ、うん、普通わかるでしょ。かわいそうやったよ、腕ずっとちっちゃいのに。てっきりお母様がターザンだと思いました。いや、いや違います、違います。もうママはお金持ちで、なんかパパ、お金持ちじゃないよ。パパはなんかもう田舎っ子、どちらかといえばターザン、なんかもうクマとも戦うよみたいな、逆にクマだよみたいな感じの感じよね。やっぱ柔道で、柔道できるし、鍛えてきたからな。そうだね、野生の父親もう絶対にあれやで。あのよくあるやん、ターザンってあのお猿にさ育てられたやん。パパ絶対クマに育てられたもん。違う、それぐらいの野生。おばあちゃんとおじちゃんおるよ。笑い事じゃねえ、それやな。確かに笑い事じゃ、今やから笑い事にできんねんな。そうだね。とりあえず今はアイドル願いちゃんですよね。そうだね、とりあえず今はアイドルの願いちゃんで生きてます。まあまあそれにはねえけどな、性格って幼稚園から変わるから、大人になっていくからね。でもまあなんか今となればカエルの手です、触れへん。ちっちゃい頃すごいカエルとか手で触ってたりしてたんですけど、中学生の時に学校でなんか職場体験みたいなのがあってんな。職場体験で私幼稚園になったんよ。幼稚園行ったらなんか男の子がめっちゃカエル捕まえてて、なんか私なんか子供に好かれるのかな、この前もなんかちっちゃい子に手引っ張られとったよな。こうご飯のところに戻ってもまた手を引かれていくみたいな、あーみたいな感じだったけど、なんかちっちゃい幼稚園ぐらいの男の子がすごい寄って、あの女の子もなんですけどめっちゃ来てくれてて、お姉ちゃんこれ見て手出してって言われて、何って言って、ちょっと目つぶってって言って、なんかぬるってした感触ある、カエルやーってなって、でもその子が一生懸命捕まえたわけなんか、捕まえたらあかんねんけど、ほんまはが、すごいすごい可愛いねみたいな、もう、ああ返すよって、待っててって、ブリ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 、はい、早くカゴの中にレッツゴーとか思ってた。レッツゴー、そんなこと言ったんだよ。なんかもう横にいる女の子の友達に爆笑されたもん。なんかわかりますか、英語がなんかギャル語みたいなのが入るから、もう早く早くレディゴーみたいなこと言う。レッツゴーってお姉ちゃんカエル、いや、いらない、野生に返してあげようよみたいなこと言ってたよな。こう戸惑った時だけテンション上がるよね、多分ほんまの願いちゃん。そうだね、いつもはもうトローンとした感じ。おー、なんかもう喋んの、ね、苦手よね、うん、なんか滑り台、あとは何やったっけ、滑り台の下で待たされてブワーって来られたこともあったわ。職場体験は過酷やった、2日間あったよね。ママ幼稚園の免許持ってるしな、こんなにしんどかったんやと思った、うんね、無理言った先生たちごめんなさいって感じ、うん、ちっちゃい頃
帰るよ。カエル渡されたらビビるけど、絶対に思うんですよ。私たちの方が体格でかいやん。カエルの方がビビってる。やめて、こいつの手を開けるも気持ち悪いし、なんかこいつ叫んでるみたいな、なんか叫んでレディゴーとか言ってる、レッツゴーとか言ってる早く、もうカゴの中も嫌だけど、こいつの手のひらの方が痛いみたいな、見ないでとか言ってるけどさ、カマキリはさ抜いてくるよね、自ら。覚えてる？ここにおるやん、こうベランダの黒いところとかに乗ってて、私たちは気持ち悪いってか、気持ち悪いって言っちゃいけないけど、苦手だから触らないようにしてるのに、あっちからこっち向いてくるよな。だからもう赤ちゃんでも動くもん。なんだあのつぶらな瞳で見つめてくんの。だから正気の沙汰じゃないと思う。あかんと思う。あのやっぱり虫の中ではカマキリとやっぱりあかんよね。絶対あかんよね。ムカデ、ムカデもあかんよね。ジーもあかんよね。うん、あ、1万2千人こんなに行ったの久しぶりやねんけど、嬉しいわ。嬉しいですね。ありがとうございます。カマキリのつぶらな瞳、もうあれは絶対苦手や、もう恐怖体験やわ。まあこんな感じで、あの本当は9時に終わるはずが、9時15分までいい感じのキリのいいところなんですけど、明日は栄のチンチコチンを相川ほのかさんと担当させていただくので、皆さんよければ見に来てください。雨が降るかもしれないんですけどね。明日は大丈夫、大丈夫、うん、あのうちわとサイリウムを持って楽しく見てください。あとショールームもね、明日行けないよって方はよければショールーム観覧してください。そしてですね、ショールーム配信、2人の栄のチンチコチンのショールーム配信が終わったらアフター配信っていうので、あの私のこのアカウントでショールーム配信をします。まあそれに対しては30分とかもしないよね。15分20分ぐらいで多分終わると思うんですけど、それもよければ見に来てくださったら嬉しいです。雨じゃなかったね。そうね、私の勘違いでした。よければ皆さんうちわとか持って見に来てくださると嬉しいです。一緒に幸せな時間を楽しみましょう。それではうちわ持ってった方が良い、良い、良い良い、とても嬉しい。チンチコチンのためにうちは作ったって願いの、うん、好き単純な女子やな、これは。今日なんか SK メンバー全然やってないな。そんなことないよ、さっきやってたよ。誰？研究生の人、旧期生ちゃん、うん、うん、近ければ行きたいが地方はきびつい。そういう方はあのショールームで応援していただいたら。なんか最近あのツイッターに写真を載せていただいてるんですけど、それがとても私が動いたり手振りがひどいのか、とてもブチャイクなんですよ、うん、そしてブレてるんですけど、だからあのちょっと皆さんあれをしましょう、スクショタイムをしましょう皆さん、うん、じゃあ3秒の間にスクショしてください。難しい。いきますよ、3、いきますよ、スタート。OK かな。お花？相模さんのお花トマトを解く？うん、うさぎ、ちょっと気を使ってくれ。ありがとうございます。今日はこれぐらいかな。今日はあ、じゃあカチューシャだけ。
お花逆にしてくださいって。あ、こういうことか。そうやそうやな。はい、皆さんありがとうございました。なんか決め顔みたいでなんか可愛く見えてくるって書かれたから、今日の配信中はあんまり可愛く見えなかったの。いや可愛かったよ。いや、まあ、やめて、ちょっと気持ち悪い、気持ち悪い。親に言われるとちょっと嫌ですね、恥ずかしいですね。もっと花見せて。ちょっと水がこぼれちゃうねんな。うん、はい、インスタグラムに、インスタグラムに入ってるので多分ね、縮小の時にな、うん、誰だか。じゃあギフト読んでいきます。みーこさんがお花、わっきーさんがいいね、せいちゃんさんがたぬき、かーちゃんさんがパチパチ、ブラフォーネックさんがだるま、せいちゃんさんが風呂敷、メガネ丸さんがこれは何、アイス、せいちゃんさんがいいね、せいちゃんさんがタコ、かーちゃんさんがだるま、ほまるさんがだるま、せいちゃんさんが欲しい、メガネ丸さんがたぬき、青白さんがハート、なるさんがタコ、なるさんがアイス、わっきーさんがいいね、鈴木さんがアイス、メガネ丸さんがアイス、せいちゃんさんがパチパチ、わっきーさんがパチパチ、ブラフワネックさんがハート、なおちゃんさんがハート、かーちゃんさんがいいね、青白さんがだるま、鈴木さんがいいね、トラベシャーさんがだるま、わっきーさんがハート、なるさんがハート、メガネ丸さんが花束、わっきーさんが欲しい、なるさんが花束、ほまるさんがハート、メガネ丸さんがパチパチ、わっきーさんが花束、ブラフワネックさんが尊いと、メガネ丸さんがアイス、しげさんがなんだこれは、あ、花束か、しげさんがいいね、鈴木さんがタコ、ハート、クマ、だるまを送ってくださいました、ありがとうございます。はい、次はですね、順位ですね、ライブランキング、あ、言っときますけれども20位から1位まで呼ぶんですけども、それでもね、あのステージに上がれなかったりね、20位から1位の間に入れなくても来てくださったことに意味がとても私はとても嬉しいので、しょげないでね。はい、20位から20位りなさん、19位せいちゃんさん、18位なおちゃんさん、17位すずとりさん、16位もよもとさん、15位わっきーさん、14位かんちゃんさん、13位はりさん、12位めがねまるさん、11位かいちゃんさん、10位迷える旅人さん、9位なるさん、8位ガローネさん、7位ほまれさん、6位トラベシャーさん、5位かずさん、4位鈴木さん、3位青白さん、2位しげさん、1位ブラフアネックさんです。はい、ありがとうございました。まあたくさんのお話をしていたんですけども、明日は栄のちんちこちんということで、アフター配信、そしてほのろさんとの本番の配信、アフター配信じゃない方、あと観覧もできるので、よければ見に来てください。うちはもね作ってくれてありがとうございます。はい、あの私のファンの方とかいろんなファンの方がたくさん来てくださってるのを待ってます。はい、まあ生誕祭のお話もしましたが、あの教養ではないのでね、よければ手伝ってくださると嬉しいですし、17歳は一度きりなので、生誕祭の一度のきりの17歳の生誕祭を一緒に盛り上げてくださったらなっていうことなので、よければあのツイッターの方に書いてあるので、深い願い生誕祭赤、うん、かで調べて、よければ一緒に応援して加入みたいなのをしてくださったら嬉しいです。詳しくは私のファンの方ね、に聞けばわかるのかな、よろしくお願いします。そしてモバイルメール、ツイッター、ブログ、インスタグラムをやってるので、よければ見てください。そしてフォローしてくださったら嬉しいです。あのツイッターではおはようおやすみコメントとかやってるので、よければあのなんていうんですか、ママリプをしてくださったら嬉しいです。今日も一日お仕事お疲れ様でした。あの3連休でね、皆さん絶対に今日多分しんどかったと思うんです。3連休じゃなかった人もいるんですけど、やっぱりお休み明けとかしんどいと思うので、皆さんよく頑張ったと思います。私もね今日は一日頑張ったなということで褒めておきます。はい、あの握手会今日13,078人の方、あのフラストレーションの握手会があるんですけれども、1枚でもねがいちゃん気になったっていうので来てくださったらとても嬉しいですし、全力で待機してるので、あのよければ皆さん来てくださったら嬉しいです。待ってます。追加もいいですし、お試しで1枚だけでもいいから来てくださったら嬉しいです。それでは SK48 チーム E の深い願いでした。あ、キャッチフレーズやった方がいい。 SK48 日本一のアイドルをすることが皆さんの願い、それが私の願いでもあります。はい、 SK48 8期生のチーム E 深い願いでした。バイバーイ、ありがとうございます。ちょっと鼻声だったのは大丈夫なんですけど、咳とかもマシになってきました。皆さん明日も一日頑張りましょう。これから夜勤の方は頑張れ、適度に適度に頑張れ、あのやりすぎると体調壊すからね。
それではおやすみなさい。バイバーイ。なんで私よりでかい声で言うの？後でお説教タイムです。しないけど。バイバーイ。虫が苦手な方お話ごめんね。私も苦手なんだけど、あの故郷の話は楽しいよね。バイバーイ。